このチャンネルでは先日、こんなアンケートを取りました。この中で一番弱いと思う狩技は、直感で答えてね。狩人のオアシス、不死鳥の息吹、恐竜神にラピッドセブン。そうそうたる顔ぶれだな。早速、アンケートの結果を発表する前に、これらの狩技、あまりにもマイナーすぎて、効果を知らない人もいると思うので軽く解説。狩人のオアシスは、周囲のハンターが回復できる装置を設置する狩技だよ。効果時間も90秒と比較的長い。これだけ見ると悪くなさそうに見えるけど、回復量がしょぼすぎて、アイテム使って回復した方が早いんだよな。この狩技だけで全回復しようとすると、閃光玉とかで拘束しないとまず無理。回復したい時にすぐ全回復できないのはきついよね。不死鳥の息吹は、すべての状態変化をリセットしてその分回復する狩技。いい効果も全部リセットしちゃうけど、大体4つあれば全回復できるよ。狩人のオアシスよりはモーションが短くて使いやすいけど、状態異常を直せるメリットを生かさないと、飛躍の介護感だからな。この中でおそらく最もわかりやすく強い狩技、恐竜神、発動すると恐竜ウイルスに感染するよ。普通の武器で使うとあんまり強くないけど、コントンゴア武器という、明確な使い道が存在するよ。ちなみにコントンゴア武器の性能は、ヘビーだけは最強なん。今回唯一、希少数狩技からのエントリー、ラピッドセブン、ライトボウガンの狩技だね。使うとラピッドガンと呼ばれる特殊な弾を装填、弾がなくなるまで撃ち続けるんだけど、威力がレベル1通常弾と同じモーション記録、クソザコじゃねえか。しかもこの狩技、使用中は動くことができないんだよね。撃つまでのモーションが長いせいで、レベル2通常弾を撃ってた方が強いと言われるほど、使わない方が強いのはどうしようもなくない？解説も終わったことだし、早速結果発表に移りたいと思います。今回、最弱の名を手に入れた狩技は、投票率 47%、ラピッドヘブンさんです。ラピッドヘブン、貴様に最弱の称号を与えよう。だいぶ不名誉な称号ですね。というわけで、視聴者さんの意見から最弱を決めたわけですが、最弱を決めて終わるだけだと誰でもできるので、ラピッドヘブンを使いこなすぞー。こいつ、ちょっか、タコの取りすぎで頭おかしくなったんでしょ。いや元からイカれてただろ。イカじゃなくてタコなの。そういう話じゃねえよ。使いこなすって言ってたけどさ、いくらなんでも無理じゃない？まずなんと言っても威力が低いのが問題だよね。レベル2通常弾撃ってた方が強いって狩技としてどうなの？恥さらしすぎる。それに発動中動けないのもやばいよね。こんな威力が低い弾でひるむとでも思ってるのかな。黒く時代から修正されてないし、多分ひるむと思ってるんでしょ。エアかな？というか使ってから撃ち始めるまでの謎の硬直いる？絶対いらない。性能だけ見れば、前紹介したヒーリングボトルよりひどいよ。ラピッドセブンなんて使いこなせるわけないんだよな。違う。え、何が？今までの解説で一つ、間違っているところがあるんだよ。いや全部事実なんですが、それは、レベル2通常弾を撃っていた方が強い。ここの部分、確かにこれは紛れもない真実なんだけど。なぜ、すべてのライトボウガンがレベル2通常弾を撃てる前提なんだ？はぁ、撃てないライトボウガンなんて存在しないでしょ。待って、そういえばあるじゃん。ダブルクロスのラスボスから作れる伝説の武器が、その通り。新年取り締めに一つだね。攻撃力342スロット3。かなりスペックの高いライトボウガンだけど、装填できる弾の種類が絶望的に少ないんだよね。唯一装填できるレベル1弾ですら、3発しか装填できない。どうしてもレベル2通常弾や貫通弾を使いたい場合は、スキルで追加する必要があるよ。まあ要するに、弾が撃てないという致命的な弱点を、ラピッドセブンで補強しようってわけさ。応急処置にすらならなそう。そもそも一つ重大なことを忘れてない？うん、どうしたの？ラピッドセブンって一応狩技なんだよ。弾が撃てなくてどうやって貯めるっていうのさ。あ、そういえばこれを言い忘れてたね。実はこの武器、武器内蔵弾があるんだけど、烈光弾とレベル2断裂弾があるね。どっちもクッキャル対応してるんだよね。バケモンじゃねえか。ちなみに一応解説しておくと、烈光弾とレベル2断裂弾のモーション値はこんな感じ。こうやって見るとラピッド弾弱すぎない？それはそう。ライズで猛威を振るってた断裂弾、実はダブルクロスでもめちゃくちゃ強いんだよね。上位モンスターとかだとこれだけで倒せちゃうよね。そんなに火力出るのか。断裂弾と烈光弾でダメージを稼ぎつつ、足りない分はラピッドセブンで補う。完璧な作戦でしょ？完璧というかこれが限界というか。いや、この展望には絶大な欠点がある。なん？だと？スピカはさっき、足りない分はラピッドセブンで補うって言ったじゃん。でもそれは、ライトボウガンの狩技、チャージショットでも可能なんだよな。確かに、チャージショットはレベル1通常弾を使って撃つことができる。ラピッドセブンと同じで、実質無限に射撃可能。しかもチャージショットの威力は、ラピッドセブンのようなゴミ火力じゃない。タメさんまでためれば、ヒルミツ補正だってついちゃうんだよ。どの観点から見ても、チャージショットはラピッドセブンに勝ってるね。確かに、いやお前が確かにって言うんかい。強いものはちゃんと強いって認める。チャージショットはラピッドセブンより強い。今回はえらく素直ですね。チャージショットは動けるし、火力も出せるしで強いのは事実なんだけどさ。レベル1通常弾を3発しか装填できないこの武器で、どうやってチャージショットを使うつもりなんですかね。なん？
だと？まさか、ここまで考えてカマキリライトを選択してたの？チャージショットとの差別化は、ラピッドヘブンを使う上での最重要課題だからね。チャージショットが敵になるって事象がすごい。今回の戦法の説明も済んだので、装備の紹介をしていくよ。弾薬節約、連発数1に特定射撃強化、断裂ライトでよく見るスキルに加えて、会心特化構成になってない代わりに、クスという非活性がついてる。ラピッドヘブンの低い火力をスキルで補いたかったんだけど、積みたいスキルが多くてね。超会心がないのが怖いけど、複数勇気があればまあ大丈夫でしょ。というわけで、早速出撃じゃ。今回の狩猟地は、霊峰？一体何と戦うつもりなんですかね。霊峰と言ったら、もうあいつしかいないでしょ。G級アマツマガツチ、お前をラピッドヘブンで蜂の巣にしてやるぜ。え、この装備でアマツマガツチ狩るの？いくらなんでも弾足りなくない？そこをラピッドヘブンでなんとかするんでしょうが。あ、言い忘れてたけど、今回弾は持ってきてません。レベル1貫通弾とか持ってきてないの？あんなのあったらラピッドヘブンの凄さが薄れちゃうでしょうが。そもそも3発装填の時点で使い物にならないでしょ。いやぁ、弾持ち込まないでソロでアマツ倒すって結構すごくない？いや、それより誘拐。まあ、弾持ち込みなしはよほどの先人じゃないとやんないよね。やるメリットがないもん。ところでスピカ、ひたすら通常弾撃ってるけど何してるの？複数発動させるために力尽きたいんだけど、アマツが全然攻撃してくれないんだよね。だから適当に通常弾を当てて、ラピッドヘブンを貯めてる感じだよ。これ、レベル1貫通弾があったら、相当ダメージ稼げてるんじゃない？いいよいいよ。復活、やっせー、復活、宣伝復帰。2回死ぬ前にラピッドヘブン溜まっちゃってて、だったら使うしかないよな。え、今使っちゃうの？今回の戦法、相手が相手だから、こうやってダメージを稼がないと弾が足りないんだよね。でも怒り方向されてキャンセルされてるけど。だがこれでいい。モンスターハンターには、怒り補正と呼ばれるものが存在するのは知ってる？怒り状態中に、攻撃力や防御力、移動速度が上がる補正だよね。それそれ、アマツマガツチは防御に 1.1 倍の補正が入るから、今のうちに怒り状態にしておいたの。それくらいしないと弾足りないってやばくない？厳密には、早く討伐できるようにする工夫かな？こんな戦法に速さを求める方が間違ってるだろ。2回力尽きたことによって、複数の効果で攻撃力が 1.2 倍になったね。え、スピカさっきからペッペペッペしてるけど、何食べてるの？特典を、火打ち活性がついてる時点で、察してる人もいたかもしれないけど、今回は、猫カジバも使っていくよ。猫カジバか、確かにこれならラピッドヘブンでもアマツを倒せそう。というかそもそも烈光弾と断裂弾でアマツ倒せちゃうんじゃない？いや、コウネもアルもアマツのこと舐めすぎ。G 級アマツの体力は約24000、いくら複数勇気猫カジバの力があるとはいえ、全部頭部に当てる前提でも、体力の半分も削ることができないよ。は、半分も削れないってやばくない？だから、スピカは切り札である錬金スタイルを使うことにしたの。まさか、錬金気合玉を永遠と作るとか？いやいや、もっと便利なアイテムがあるじゃないですか。まずは錬金フェイルを作成。からの、あらかじめ作っておいてた、錬金狩技弾と調合するよ。錬金狩技弾。錬金狩技弾。錬金術師だけが作り出すことを許された魔法の弾薬。え、そんなすごい弾なの？クリティカル距離で射撃すると、狩技ゲージ回収量が増えるという特殊効果を持ち、そのモーション非常に伸び、雑魚じゃねえか。しかもこの弾、強制的に速射で撃っちゃうし、速射補正が 0.7 倍なんだよね。じゃあ実質モーション値7減、さらに弱くなったぞ。錬金狩技弾って、もしかしてラピッドヘブンより火力出ない？出るわけないじゃん。知ってた。断裂弾と烈光弾に加えて、ラピッド弾と錬金狩技弾。この4種類の弾丸で、G 級アマツマガツチを蜂の巣にしちゃうよ。3度目の正直、ここから反撃開始だね。方向の範囲外に避けてから、レベル2断裂弾を頭部に当てる。この断裂弾で、アマツマガツチは絶対ひるむはず。本当にひるんだ。もう1回断裂弾を当てて、あとは錬金狩技弾で妥協しておくよ。序盤で断裂弾と烈光弾を使い切っちゃうと、後半戦えなくなっちゃうもんね。威力が高い弾はひるませるのに使えるもんな。そういうこと。断裂弾と狩技弾のおかげで、主役のラピッドヘブンが溜まったね。溜まったのはいいけど、これってどのタイミングで撃つの？このタイミングで撃つんだよ。頭部ヒルミ？本当に間に合うの？大丈夫、アマツマガツチの頭部ヒルミは比較的長いんだよね。ただし、それでも撃ち切るまでギリギリだから、注意して撃たないと最悪死ぬ。綱渡りすぎるでしょ。さっきラピッドヘブンでダメージを稼いでるから、断裂弾を頭部に当ててひるませるよ。こんな近距離で断裂弾外すってマジ？アマツの体力が多いって言ってたのはスピカゲンか。返す言葉もございません。いくらラピッドヘブンが主役って言っても、倒せなかったら意味ないんだからね。あらマジ、スピカ君。人の話は最後まで聞こうね。すぎません。とはいえさっきの突進はなかなか危なかったね。アマツとある程度距離が離れてると、あの突進に派生することがあるの。今みたいにそっちに直結するリスクもあるけど、終わった後に少しだけ硬直するから、しっかり回避できればチャンスでもあるね。ライトボウガンなら、さっとノートをして緊急回避で間に合いそうではある。ラピッドヘブン中だと不可能やん。とことん足引っ張ってきてて草。大
丈夫大丈夫、ラピッドセブンは基本的に頭部ひるみのタイミングでしか使用しないし、緊急時に備えて絶対回避臨戦もあるからね。本当に大丈夫かな。オラオラ、ラピッドガンの火力を味わうがいい。いくら火力の低いラピッドセブンでも突然いきなり全開突進してきたんだけど、甘くって普段はゆっくりだけど急に突進とか出してくるからビビるよね。まさに嵐って感じ。クククク、一度リセタ技が通用すると思ってんじゃねえぞ。この水量が、水量が頭部に断裂弾をぶち込んでやるぜ。おっと、どうやら吸引力の変わらないただ一つの水餃子をするみたいだね。ダイソンね、その技もすでに対策済み。レベル2断裂弾を頭部に当てることで確定でダウンが取れる。ナイスダウン。今度は錬金仮技弾で仮技ゲージを稼いで、速射の高速をラピッドセブンでキャンセル。いくら隙がでかいこの仮技でも相手が動けなければ被弾する心配もない。全開突進を緊急回避でしっかり避けまして、弾を断裂弾に切り替えて頭部に向けて撃つ。今のところは順調に立ち回れてるみたいだね。ヒルミを取ったら錬金仮技弾に切り替え、ラピッドセブンを試させてもらうよ。臨戦も溜まったし、ひとまず安心だね。どうやら、そうも言ってられないみたいだよ。とうとう来たね、形態変化。でもこれで頭部の密室はさらに軟化する。ゆえに、お前はこの断裂弾を耐えることができない。さらにラピッドセブンを使用。断裂弾突射の反動を無効化。こんな近くで撃って、クリティカル距離大丈夫なんですかね。ふふ、ラピッド弾のクリティカル距離は、なんとレベル2通常弾と全く同じ。え、めっちゃ使いやすいじゃん。もともとモーション値がレベル2通常弾と同じだったけど、強すぎて修正した説をしたい。んなわけあるか。というわけで一時撤退する。撤退するの？錬金ゲージが満タンになってたからね。一旦体勢を立て直したいと思うよ。錬金仮技弾の補充と、余ったゲージで錬金耳栓を作成したいな。どうやら今の立て直しで、怒り状態が解除されたみたいだね。どうせすぐ怒っちゃうと思うけど、せっかくだからダメージを稼がせてもらうよ。先行弾で、相手の動きを少しの間封じる。頭部に烈光弾や速射、これで怒り状態になるでしょ。そしたら方向を臨戦で避けて、断裂弾を当ててラピッドセブンを発動。ひるんでないのに発動？なるほど、断裂弾で時間差ひるみってことね。今のが理想ムーブなんだけど、なかなか安定して決まらないんだよね。でも今のラピッドセブンのダメージのおかげで、次のひるみがスムーズに取れるってことでしょ。そういうこと。さっきのラピッドセブンの当て方的に、烈光弾速射を2回打てばひるむと思う。烈光弾は断裂弾と違って、弾速の速さと反動の少なさが魅力だよね。遠距離からでも比較的狙った場所に当てやすい。威力こそ断裂弾に劣るものの、ダメージがすぐ反映されるから、即座にひるませたい時に便利なんだよね。断裂弾と烈光弾を使い分けられる。カマキリライトってすごいにゃなって、化け物だよこいつは。お、またダイソンしてくれた。頭部に断裂弾打つだけでひるむからほんと楽。しかも、安心してラピッドセブンを使える場面でもあるからね。ダイソンだけしてくれれば、ラピッドセブン打ち放題なんだけどな。強力すぎる。そろそろ断裂弾と烈光弾の数が少なくなってきたね。さすが G 級アマツマガツチ、体力の多さはだけじゃないってことか。このままじゃ先に弾がなくなっちゃいそうだね。錬金仮技弾だけで戦うことも視野に入れないと。で、この鳴き声は、激流ブレスの予備動作だよ。激流ブレスは、体力が 20% 以下にならないと使ってこないはず。つまりもうすぐ倒せるってことじゃん。はぁ、よかった。また取り直しになると思った。おい、こいつも取り玉で激流ブレス避けるつもりだぞ。はいって、取り直してください。うるさいうるさーい。このチャンスを逃すわけにはいかないんだ。誰が何と言おうと絶対クリアしてやる。激流ブレスに当たってクエスト失敗するのをみんな望んでるんだぞ。いやけれどこのドイツだよ。あ、超合用のドキドキの子食べてみてよ。攻撃力上がるかもしれないし、絶対殺そうとしてるよね。うわ出た、スピカが一番嫌いな攻撃。ルンバ召喚されるのそんなに嫌。忘れた頃にいきなり当たってびっくりすることあると思います。今のスピカの場合、当たったらクエスト失敗でびっくりどころか昇天しちゃうでしょ。間違いない。ところでラピッドセブンが2なのは何か理由があるの？ラピッドセブンはレベルが上がるごとに装填数が3発増えるんだけど、その分硬直が長くなるから溜まりやすさを考慮して2にした感じ。ヒルミだから早速ラピッドセブン使っちゃうよ。待って、それ頭部ヒルミじゃないよ。落ちたか。あー、これダメなやつだ。いやどう考えても当たってただろ。まあスピカは最初から避けれるって思ってたけどね。動画として証拠が残ってるんですが、それはとにかく奇跡的に生きてたからこのまま攻撃続行だよと言いたいところなんだけど、何か問題でも？烈光弾を使い切っちゃって断裂弾も残り1発しかない。でも一応相手は瀕死なんでしょ。もしかしたら頭部ひるみからラピッドセブンで倒せるかもしれないし。だ、確かに。お願い、断裂弾でひるんでラピッドセブンを打たせてほしい。あ、ラピッドセブン打つ前に倒しちゃった。で、倒せた。甘く弾持ち込みなしで倒せちゃった。おぉ、すげぇ。討伐お疲れ様。錬金仮技弾だけで戦う羽目になると思ってたけど、ちょうど使い切るタイミングで討伐できたね。というか使い切るタイミングで倒せたってことは、もしかしてラピッドセブン、火力に貢献してた？当たり前だな。勝ち取った部分も合わせると、ラピッドセブンの使用回数上位の9回。めっちゃ使ってて草。
ラピッドヘブンがなければ、もっともーっと時間かかってたと思う。火力が低い豆鉄砲って散々言われてたラピッドヘブンを、実質火力要員として運用してるところが良かったね。正直、こうやって運用するメリットはどこにもないんだけど、普通は弾を持ち込まないとかありえないし、カマキリライトだってこんな使い方しないしね。でも、ラピッドヘブンを活かしながら戦えてたと思う。間違いなく使いこなせてたね。地味に錬金狩技弾も見れて嬉しかった。わかる。この動画を通して、ラピッドヘブンの魅力が伝わってくれたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。動画が面白いと思ってくれたら、高評価、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。動画の感想、コメントなどもお待ちしてます。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。